年に登場した低都高速度交通営団の通勤系電車である。2004年4月の営断ミニエ化に伴い東京地下鉄に継承された。本港ではインドネシアに譲渡された7000系電車についても記述する。1974年の有楽町旋回業に合わせて製造された。当時は1971年に量産が開始された。 千代田専用の6000系車両が、A 段地下鉄における標準車両として位置づけられており、また、検査業務を行う綾瀬工場での保守作業の共通化のため、車体、台車、機器など同系列とほぼ同じ仕様となった。ただし、制御装置には6000系の電気子直波制御の改良型である AVF 式直波制御を採用し、 さらなる電力消費量の抑制を図った。1989年までに重量編成34本、計340両が製造された。製造メーカーは日本車両製造、東急車両製造、川崎重工業、近畿車両である。製造費用は1989年度増備の6次車で、1編成あたり13億6416万円で、ある。 前述の通り6000系と共通設計になったため、車体は20メートル両ビラ気温扉のアルミニウム合金製で、外観、側面の見つけも準拠している。一両あたりの車両重量は6000系よりも約1トン重く、外観の違いとして、ラインカラーは有楽町線用のゴールドに見合う黄色の帯を配している。さらに、乗り入れが予定されていた。 西武鉄道において、優等列車に使用されることを考慮して、全面非常工場部に列車種別表示窓を設置し、側面表示器については種別表示用と、行き先表示用を、それぞれ一両あたり車端部に2箇所設置し、種別表示用は準備工事とした。そのため、全面車両番号表記は、全面非常口の中央に表記している。 英断地下鉄時代には、全面非常口と、各側面の側窓上部一箇所に、英団断章が取り付けてあった。マークの塗装は6000系と異なり、ゴミ色となっている。その後、東京メトロへの移行時には、英断マークは剥がされ、東京メトロのロゴに交換された。第20編成は、東京メトロ移行直前に行われた、英断赤塚駅。 英断なります駅の解消に伴う臨時列車に使用する際、全面に一時的に英断マークを貼り付けて運用されている。中間運転台を装備している7000系、第01から20編成は当初5両編成で落成したが、1983年6月24日の池袋英断なります延伸開業時に5両の 中間車を追加で新造し、重量編成に増結された。この時に組み込まれた中間車五両は 7200K7600 型に該当するが、先に落成した 8000K の使用を取り入れている。このため、外観上はドアガラスの大きさや、側窓の仕様などが異なるものとなっている。車両間には後に転落防止ホロが設置された。 1983年10月1日に、西部有楽町線小竹向原から、新桜台間が、部分開業したが、西部鉄道の他線と連絡のない区間となり、同社では、車両の心臓を行わずに使用料を支払って、本系列の一編成を借用していた。実際に、西部鉄道が、 有楽町線乗り入れ対応の車両を製造したのは1992年からであり、1994年12月7日の西部、有楽町線新桜台練馬間の暫定単線開業から同線に乗り入れている。第01から20編成の冷房改造車に搭載された三菱製120区場静止系インバータ装置パンタグラフは、 合体河川に対応した菱型の PT43 型を 7300K、7700K、7900型に2機と7100型に1機を搭載した。その後、5次車以降は 7100K のパンタグラフは省略され、1次から4次車についても1997年から2003年頃の間に全車両で撤去を実施した。 その後、重量編成車では7700型と7900系の新木場側の各1機は使用されず、重量編成では1、編成あたり4機を使用している。当初の1.2次車は、非冷房車であり、屋根上にベンチレーターが設置してあった。3次車からは冷房搭載準備車とされ、屋根上に集中式冷房装置が取り付けられるように準備されており、 開口部は板で塞がれ、ベンチレーターが2台あった。その後の1988年に落成したご自社から、新生児より、冷房装置を搭載した。また、同年より冷房化が容易な構造である、第21編成以降の冷房化工事が開始され、こちらは1990年までに完了した。非冷房車と冷房準備車の合わせた大連一から、 20編成はそれより遅く、1991年から1994年にかけて冷房化が施行された。また、冷房加工事施行中の1991年夏には、冷房化率を上げるため冷房準備車を多く含む 7100K、7500K の新木場型5両のみ、冷房車とした、半分冷房車編成が存在していた。冷房装置はいずれも、 集中式で、能力 48.9kW 出力である。搭載時期によって、外観機設計上や編成で2台ある、電源機器が異なる。搭載時期の早い第21編成以降は、冷房装置が、インバータ制御式で、装置機設計上は、角形、電源は 130kW 出力の DC、DC コンバータである。 搭載時期の遅い第零1から20編成の冷房装置は可動率制御方式で装置規制形状は丸みを帯びており電源は三菱電気製の1 2十区場出力の静止系インバータであるまたこの形状の冷房を搭載する先頭車はその設置位置がやや中間車寄りである当初の内装は6000系二次車までの仕様をベースとしているが 三次社からは8000系の設計思想を取り入れている。なお、ここで述べる内装の仕様は、基本的に落成時におけるものであり、その後の改良点などは工術の更新工事の項を参照のこと。客室内装は1.2次社においては6000系をベースとしており、側面やつ方向は、暗いベージュ色、袖仕切りは、木目調とし、天井は、 白色系の化粧板を使用している。床材は灰色の単色である。座席モケットは赤色とし、シルバーシートは青色とした。その後の三次車以降は赤色の区分柄入りモケットとした。また、袖仕切りの形状を変更し床と接せずに、座席付近の高さまで短縮されたほか、着込み形状を斜めに変更した。四次車以降では、 側面、つま面など化粧板をアイボリー系に、袖仕切りは薄い黄色系へと配色が大きく変更された。床材は茶色と黄土色の2色で濃淡フットライン入りとした。座席モケットは茶色系で区分柄入りのものである。この配色は最終の6次車にまで引き継がれた。側窓は1.2次車では上段加工。 下段上昇式の二段式であり、上下寸法は小さい。三次車では大きさを拡大し、一段加工式の窓とした。客用ドアは車内側も化粧板仕上げであり、1.2次車のドアガラスはやや小さく、6000軽初期車と同じ大きさである。三次車においてはやや拡大されたものとなった。車内天井の冷風の送風は、1.2次車は、 冷房火事に後付けで冷房用ダクトが取り付けられ、当初からある扇風機を併用するスポット方式としている。三次車以降は平ら天井構造で当初より冷房ダクト吹き出し口と補助送風機としてラインレリアが設置された。当初5両編成で製造された1.2次車の貫通路は基本的に大型断面の広幅貫通路だが、 7700K の和光仕方に貫通扉が設置され、2プラス3両に仕切れるようにされていた。3次車以降は基本的に強幅貫通路構造とし、各つま面に貫通扉が設置されたが、同車のうち1.2次車と連結される部分のみが広幅貫通路構造となっていた。車内の吊り革は三角形であり、落成時は座席前のみに設置してあったが、 後年に、客用、ドア上部線路方向にも増設したほか、ドア付近の釣り手防寒に、枕木方向を結ぶ横棒が増設されている。優先席付近のものは2005年12月頃に、オレンジ色のものに取り替えられた。乗務員室内は、緑色の配色。運転台ーキ板などは、紺色の配色である。主観制御機は、縦軸回転式にハンドルで、 ブレーキハンドルは取り外し式である。速度計は時速 120km までの表示であり、当初の黒字から後に白字のものになっている。運転台形基板には速度計と表示等類があり、圧力計とブレーキ指示計がマスコンハンドルとブレーキハンドルの間に水平方向に設置されている。乗務員室と客室の仕切りには客室から見て、 左端に小窓、右端に乗務員室扉窓がある。車高膜は小窓部分のみある。一時車の S 型民電式台車三次車以降の SU、民電式台車基礎ブレーキを両、打機式から片押し踏みずら式に変更した制御装置は6 0 0 0系の電気子直波制御を発展させた AVF 式直波制御方式を採用している。 同系列に残っていた堺地抵抗器を排したフルチョッパ制御であり、堺地制御対応に伴って、主電動機の定格回転数を6000系の 2300rpm から 2100rpm に下げたため定格速度は時速 55km から時速 50km に下がったが、最弱目階自立は52%から38%に拡大された。 さらに低速での加速性能向上化や同系列よりも回生ブレーキの作用範囲が広いために電力消費量も減少した。なお、本系列の回生ブレーキは51%回時から使用する。制御装置の素子には逆動通サイリスタが使用されている。素子の冷却方式は1.2次車では送風機による強制風冷方式を採用したが、 三次社以降では、フロン沸騰冷却方式が採用されて、低騒音化、保守性の向上が図られている。制御装置のメーカーはいずれも、三菱電機、または、日立製作所である。制御機の素周波数は 330Hz、合成周波数は 660Hz である。この装置は、本系列での採用を前に1973年3月に、 6000系第一次試作車へ偽装して実写試験を実施した。この結果が良好だったために本系列へ採用された。他、その後の8000系においても同様の装置が採用された。当初の1機あたりの主電動機出力は1 5 0ロワで6000系第01から34編成の1 4 5ットよりやや強化されている。 歯車比は 6000K と同じ位置、6.53である。台車は、一次車では 6000K とほぼ同じ、硬いた羽式軸箱支持の S 型民電、式台車 FS-388 型を採用し、基礎ブレーキは両、抱き式踏みずらブレーキとした。その後の二次車では、夕方ゴムパッドを挿入した SU 民電、式台車 FS-388A 型に、 変更された。さらに三受車からは、同型で基礎ブレーキを片押し踏みずら式とした SU 民電式台車 FS-515 型に変更された。軌道加速度は時速 3.3km、S、常用減速度は時速 3.5km、S、非常減速度時速 4.5km、S で、減速度は 6000K の常用3.7。 非常4.7よりやや低くなっている。これは 06K や 07K でも同様だが、運転台のブレーキ設定機はノッチが刻んであり、その常用段数は、有楽町線車両が7段、千代田線車両が8段であり、1段あたりの減速力は本系列の方が高い。更新改造後の編成形態を以下に示す。更新前の編成形態は、 下表の通りである。副都心線開業に伴う廃車、編成蘇生変更が開始される以前の編成表を右に示す。一時車のうち制御装置の更新を施行していない。 第8.1117編成と制御装置が3、レベルの VVVF インバータ制御で残る、第6.0712.14編成並びに3次社の、うち編成単位で落成した第21から26、編成は副都心線対応更新工事対象外となり、廃車となった。また、副都心線開業直前の時点で、改造予定車及び廃車予定の車両は、 同線に入線しないことから2008年6月より、先頭車前面と中間車側面の3.8号車に Y マークを貼り付けして区別していた。福都新線が開業した時点までは7100型が1号車だったが、後に7000型を1号車に号車変更され、ホームドアに掲出されている号車案内も変更された。この号車案内変更は、 東急東横線渋谷方面を1号車に統一するためである。更新された時期などによって様々な装備の差異が見られる。なお、以下の一覧には工術の副都心線対応工事を施行した編成も含まれている。行き先表示期については前述したが、西部有楽町線の工事及び西部池袋線の高架複々線化工事が大幅に遅れたことにより、 西武有楽町線は当初、小竹向原から新桜台間の運転だったため、当初は、西武線への行き先表示は、新桜台のみ存在し、追加予定スペースはすべて空白になっていたが、新桜台練馬間の暫定単線開業を前に、練馬の表示を追加。なお当初から全表示ローマ字平均表示だった第三点三四編成以外、行き先表示に、 ローマ字兵器がされていなかったが、後から追加された、練馬と新線池袋の表示のみ、ローマ字兵器がされていた。その後、西武池袋線への乗り入れ開始に伴い、西武池袋線内の行き先表示を追加するにあたり、行き先表示器を字幕式から LED 式に変更する回収が開始された。これにより種別と行き先を一つの表示器にまとめて、 表示することが可能となった。1998年の新桜台練馬間の複線化及び西部池袋線乗り入れ開始に際しては、全編成に西部型 ATS、西部用列車無線装置などの乗り入れ機器を搭載した。後者も2000年度までに LED 化と乗り入れた用工事が施行された。前面と側面それぞれに用意された。 列車種別表示窓は、行き先表示器を字幕式から LED 式に変更したことに伴い不要となり、側面のみアルミ板で塞がれた。なお、2009年10月より、副都心線対応改造を受けた車両に対して、東急東横線乗り入れ対応工事が施行されており、このうち一次車と二次車では、 アルミ板で塞がれたままであった側面の列車種別表示窓に社外スピーカーが設置されている。東京地下鉄では6000系以降の車両に関しては車例40年程度まで継続使用する方針であり、本系列においては英段時代の1994年度から大規模改修工事の施行を実施している。本系列においては 1994年度より1.2次車を対象に、大0級編成を最初として、B オサム工事の施行が開始された。合わせて重量編成中で、製造の新しい三次車については、C オサム工事の施行を実施した。その後、2007年度以降は四次車以降にも、B オサム工事が実施された。いずれも新木場 CR で施行されている。 B オサム工事の施行内容は、車対抗体、大枠修理、車体内装取り替えをはじめとして、偽装配線の取り替え、空気配管の補修など車両全般に及ぶものである。一方、C オサム工事の施行内容は、屋根の補修、床材の交換、シール材、ゴム材の交換などに限定した更新工事である。本形式における、 C オサム工事は1985年11月から一時車を対象として施行を開始している。第01から20編成は1994年から2001年頃にかけて車内更新工事を施行した。内装については化粧板を白色系ベース品に交換し、袖地切りは薄いピンク系色の化粧シート仕上げに改修した。床材を茶色と、 オード色のツートンカラー品に張り替えられた。側窓は開口幅は変わらないが、二段式から一段、加工式窓に更新した。さらに座席モケットの交換や網棚の金網を格子状のものへ交換、客用ドアを交換して、ドアガラスは三次車とほぼ同じ大きさのものとした。合わせて行き先表示器を LED 式明蝶体に変更。 自動放送装置新設、車体のラインカラーをアルミ板材の塗装品からフィルム式に交換を実施した。1996年からは2号車と9号車に車椅子スペースの設置が始まった。車内案内表示器は2004年頃より設置が開始された。編成中の3次車は当初、車齢が若いため B オサム工事は実施せず、C オサム工事が施行された。 その後、1999年に B オサムを施行した第17編成で、試験的に3次社の内装リニューアルを実施し、第11編成を講師として3次社についても、VVVF インバータ制御化と同時に、内装リニューアルが行われるようになった。このほか同時期に、第21から26編成においては、編成単位で C オサム工事が施行されている。 2000年代に入ってからは、更新工事とは別に、座席モケットが濃いピンク色の柄入りのモケットへ、交換が進んでいる。このほか2005年春頃に1.2次車の扇風機の、羽が、面積の小さいものに交換され、風量を減少させている。さらに1.2次車の広幅間通路については幅を、狭いものに改造され、片側に、貫通扉が新設された。 これは、朝の通勤ラッシュ時などの安全性向上や、女性専用車両の導入による仕切りの役割を果たし、火災の拡大を防いでいる。この新設貫通扉部はつまめんに、窓がないため、容易に見分けがつく。純電気ブレーキ対応の更新編成や副都心線、対応工事を施行した編成は、全車貫通路は、強幅である。 VVVF 化改造1996年度最後の B オサム施行者となる第06編成からは、省エネルギー化やメンテナンス性の向上のため、イグブと阻止による VVVF インバータ制御への更新が開始されている。当初、B オサム工事を施行した編成は、直波制御装置を更新せずに出場したが、以降は、 B オサムと同伴して、制御装置の更新も実施されるようになった。なお、制御装置未更新者は、後年に制御装置の更新工事を施行している。初期に施行した第2.067.1214編成では3レベルインバータ方式だが、1999年度最後の施行となる第19編成以降は2レベルインバータ方式として、 装置の小型軽量化を図った。主電動機は、出力が 160kW、制御方式は 1C2M4 群方式であり、MT 比は 6M4T と変わらない。また、第8.1117編成では一時社の強制風冷式直波装置を、前述の VVVF 化で余剰となった三時社のフロン、沸騰冷却式直波装置への換装をして、 機器更新扱いとした。2003年度からは、零五系十三自社に準じた、PG センサスレスベクトル制御方式、純電気ブレーキに対応した二レベル方式で一 c 四 m 2群、一群制御方式に変更されている。さらに七0型を伝送解除して、MT 比が五 m 5 t に変更された。また、この方式の車両は、ブレーキ装置が均一ブレーキ制御から、 t 社をくれ、米制御方式に変更している。初期に B、B オサム工事のみ施行し、制御装置の更新が2003年度以降の、第1.045.1018編成に、施行された。副都心線対応改造に合わせて更新した、編成工術する副都心線対応工事と合わせて2007年度以降に B、B オサム工事を施行した4次社以降では、 更新内容が変化している。副都心線改造工事と更新を同時に行った。編成は、8両編成加工時も施行されている。車内では化粧板や袖仕切りの交換などは、従来の更新車に準拠しているが、床材は、灰色のゴム材へ変更した。ゴム材自体が滑りにくい素材のため、出入り口の滑り止め加工は施行していない。また、 八両編成下により、二号車と七号車に、車椅子スペースが設置された。客用ドアは 8000KB オサム試行車と同じ、大窓タイプに交換した。なお、二棚の変更は省略された。運転台などのワンマン運転設備は後述の記述も、参照。合わせて言った、制御装置の VVVF インバータ化は、第28.3132編成では、 初期車の八両化により、廃車となった中間車の制御装置、主電動機などを採用して、VVVF 化が施行された。一方、第二十七点二九三十点三三三十四編成では新規品の制御装置、主電動機を使用して、VVVF 化を行っている。第二十七編成以降の更新車に搭載された、三菱製二百四十九馬静止系インバータ装置、 この他に、冷房装置を大容量の稼働率制御方式の 58.0kW 品に乗せ替え、社外スピーカー内蔵型に変更した。補助電源装置は、DC コンバータと補助用電動発電機を撤去し、イグブとソシによる、三菱電機製の2 4十九馬出力静止系インバータに更新した。乗務員室内の改修工事など、運転台に設置された、 ユニバーサル表示器乗務員室内は、更新時までは、落成時より、大きな変化はなく、搭乗専用の列車無線装置機や、乗り入れ用の表示が追加された程度である。前述した、B オサム工事時には、簡易故障表示器を、ユニバーサル表示器へ更新、運転手操作機を、筒型、マイク式に変更した。このほか、誘導無線装置の更新も施行している。 また、表示器の LED カジには7000型に設置している、行き先表示設定器を、ダイヤル式から、行き先が押しボタン式、種別と運行番号は、デジタルスイッチ式の機械に変更した。1997年からは、西武線への対応に合わせて、西武用列車無線掃除脇、航路標差しと一体とした、西武用列車番号設定器の新設や、 東武型 ATS、西武型 ATS の個別表示等新設を施行した。2000年頃には、東武鉄道の列車無線更新に伴い、運転台上へ、東武用列車番号設定機を新設、さらに3台あった列車無線、誘導無線掃除脇を3車対応で1台の掃除脇に集約化を実施した。2002年から、有楽町線、 池袋新富長官の新 CSATC 化に伴い ATC 車上装置の更新と速度計の二張り式への交換などが実施されている。なお、工述する副都心線改造工事では乗務員室内は大幅に改造されている。旅客案内設備各客用ドア上部に LED 文字表示による二段表示式の車内案内表示器を設置している。 33回34回と工術の更新編成を施行した一部の編成には一段式のものが設置されていたが、副都心線対応改造工事の際に二段表示式のものに交換された。これらは乗り入れ先の東急東横線、港未来線、東武東上線、西武線内でも表示され、直通先でも東京地下鉄からの各種案内が表示される。 西武線内では上段に停車中の駅、行き先、下段には、西武車両に準じた、自駅、開く、ドア案内が表示される。東上線内では上段に、行き先が、下段には、東武車両に準じた、自駅案内、停車中の駅案内が行われる。また、自動放送装置を順次導入し、現在では、全編成に搭載しており、直通先を含めたすべての運行区間に、 対応している。副都新線対応後の7000系、第30編成8両に短縮された編成は、前面扉上部に8カーズの表記が追加された。副都新線対応改造後の7103号車外観の変化は、ラインカラーの変更程度である。副都新線対応改造後の7129号車、同改造時に、B オサムも施行され、客用ドアや、 冷房装置が更新されている。2007年度より2008年6月14日に開業した福都新線への対応工事が開始された。これは同線において ATO 装置によるワンマン運転の導入のほか各駅にホームドアを設置しているためである。また同線では2013年3月に開始した東急東横線との直通運転の対応上。 八両編成が必要とされることから一部編成は中間車二両を抜いた八両編成への短縮工事も行い副都心線に転属させたこの改造計画は当初よりも見直しが実施され最終的には有楽町線副都心線兼用車両として十両編成6本と副都心線専用車両として八両編成15本の 計21本体制が取られている。改造工事の最終施行者となる、第02編成は2010年5月に改造工事が完了し、以降は8両編成化された第3.0913.1516.1920.27から34編成が福都新線専用、重量編成の第1.024.0510.18。 編成が副都新線と有楽町線で、兼用編成として運用されている。この改造に合わせて、車両前面、側面の帯が、有楽町線のラインカラーである、ゴールドを主体としたものから、副都新線のラインカラーの、ブラウンを主体とし、ゴールドとホワイトの細体を配するものへ変更された。なお、福都新線対応改造を実施しない重量編成13本は、 廃車となった。8両編成化改造副都心線においては8両編成も運用されることから、一部の編成では十両編成から8両編成への短縮改造も実施されている。十両編成中の7600型と7700型を廃車し、さらに車両性能の向上や編成バランスを考慮して、各車両の連結位置も変更した。また、 先頭車の7000型は、電装解除し、CM に CT にへ改造した。二次車までの編成においては、編成外により車椅子スペース位置が変わるため、新たに設置し直した。しかし、重量編成時代の同スペースのあった場所は、フリースペースとして残されている。また、8両化に伴い静止系インバータの負荷が減少するため、整流装置を新設して、 電動発電機の撤去を実施した。この他、1号車の7000型は、電装解除となったが、空気圧縮機は撤去されず、8両編成車では1.26号車に、CEP が搭載されている。4次車以降については、8両編成化と同時に、更新工事と客用ドア、冷房装置交換が施行されている。客室設備など客室においては、 LED 二段表示式の車内案内表示器を、千鳥配置で設置し、表示器の設置されない反対側は、路線図掲載スペースとした。自動放送装置は、非搭載車は、新設、飛搭載車は、ロム交換を実施した。これらは、南北線の急線系と同じく、ワンマイン運転用のメニュー機能があり、乗客へのマナー放送、 異常時における乗客への案内放送、表示機能が付加されている。さらにドアチャイムの音色も、都営地下鉄などと同じタイプに変更された。ドアエンジンは未改造である。また、非常通報機は乗務員と、相互通話の可能な対話式への変更が実施されている。この通報機は、乗客が通報後、一定時間運転手が応答しない場合には、 列車無線に接続され、総合指令所の指令員が応答できるシステムとされている。乗務員室における変更点乗務員室では、運転台ユニットを1万系に順じたものへ交換し、主管制御機のデッドマン装置付きの T 型、ワンハンドルマスコン化が行われた。また、乗務員支援用に、車両情報管理装置を設置し、運転台に表示器を新設した。 従来は別々であった行き先表示や案内機器、空調装置の設定機能も TIS に集約した。運転台上部には車上 CCTV を設置し、視認性向上のためフロントガラスの車高フィルム貼り付け範囲を拡大した。車掌スイッチは間接制御式か、西部線内における3、4、締め切り回路や乗務員室仕切り扉に、 電磁作業システムの追加を実施した。機器など機器面では、保安装置に ATO 装置やホームドアとの連動機能を行うと、平成魚切り替え装置を設置し、7000型には ATO 操受信機を新設した。副都心専用改造車のうち、第27編成以降では、クーラー規制に、社外スピーカーが内蔵しているが、それ以前の車両は搭載していない。 誘導無線装置は改良が実施され、非常発砲機能に加え防護発砲機能の追加、非常通報装置から、総合指令所間通話機能、総合指令所からの一斉放送機能などが追加されている。社外では、前面の行き先表示器をドットの細かいものへ、側面は高輝度で、交互表示対応品に交換した。全面表示は、左から運行番号、 種別、行き先を、側面表示は種別、行き先と合車を交互に表示する。警的は、空気式とトロンボーン笛を併用するものへ交換した。計画変更当初の計画は、第1.045.1018編成と、第2.06から8.1112.1417.21から26編成の重量編成19本を、有楽挑戦。 福都新線兼用車両として改造する計画となっていた。その後、2007年度に第1.045.1018編成と第2.067.1214編成の重量、編成10本を有楽町線、福都新線兼用車両として改造する計画に変更された。 この計画では2010年度内に福都新線、有楽町線検用車両を7000系重量編成10本と1万系重量編成31本に統一する計画であった。しかし、福都新線開業後は、同線でのダイヤミれが生じた際、際福都新線非対応車と対応車が混在した状態では、車両運用に制約が発生し、 関係各所から苦情が多くなった。このため、有楽町線、副都心線兼用者への統一時期を2009年度内に早めることとし、これに合わせて7000系も計画を前倒しした、同年度内に10本の改造を完了させることを検討した。しかし、後期の関係等から、これは不可能であることが判明したため、 後者の4編成を1万系車両に置き換えることが決定された。以上の経緯から2009年度内には福都新線、有楽町専見用車両へ統一された。改造の対象から外れた第6.0712.14、編成は2009年度までに廃車となった。その後、第02編成は、再び福都新線対応化改造の対象とされたが、同編成は、 1> 第1.045.1018編成に、仕様を合わせるために再度制御機を更新することになり、2レベル VVVF インバータ方式、主電動機 165kW 出力に更新による、5M5T 化への変更を行った。東急東横線、横浜高速鉄道乗り入れ対応改造、東急東横線、横浜高速鉄道港未来線との相互、 直通運転開始を見据えて、福都新線対応工事の際に、東急線、横浜高速鉄道線対応準備工事を同時施行した。列車無線装置は改良を行い、東急電鉄、横浜高速鉄道対応準備工事を実施した。また、東急電鉄の車両限界の関係から、 パンタグラフの高圧配管を 1880mm から 1780mm に変更し、同様に限界に定触する戦闘車上無印室、扉部の手すり形状を変更した。さらに2009年10月からは東急電鉄、横浜高速鉄道乗り入れの本節工事が実施されている。主な内容は、東急空間波無線装置の本節、 ATC 装置の等級、横浜高速鉄道 ATC への対応、車内案内表示器、自動放送装置の対応などである。また、副都心線対応車のうち1次車と2次車では、製造時に、側面種別表示器の設置されていた箇所に、車外スピーカーが設置されている。その他、Y ステッカーを貼り付けた、副都心線対応更新工事未視工車8両、編成は、 前期したように中間車が廃車され、さらに車両の組み替えが行われたため、番号の100位が1から3から4から5から2から9から8から0の順である。また、先頭部に8カーズステッカーが貼り付けられている。なお、改造済み編成は副都心線開業まで運用についていなかった。8両編成の改造工事は2009年3月春行の 第34編成をもって、全15編成が完了している。本系列の改造工事で運用を離脱していた、編成の代替運用には1万系が使われた。また、副都心線の8両編成の予備車は10両編成車と共通とされている。このため、予備車が不足した場合には1万系、第01から05編成のいずれかが8両編成として運用される。 なお、福都新線開業以前も開業後も有楽町線の8両運用は存在しない。福都新線太陽更新工事未試行編成について、先頭車前面の細窓上部と中間車側面の3.8号車に、有楽町線のみ運行の意味を表す Y と表記されたステッカーを貼り付けしていた。2018年2月1日現在の運用範囲は次の通りである。 重量編成の運用は1万系と共通である。2005年8月16日、有楽町線、池袋金目町間で、第10編成が走行中に、客用ドアが開くトラブルが発生した。重大インシデントとして、航空、鉄道事故調査委員会による、調査対象となり、2007年4月27日に、事故調査報告書が公表された。 走行中でもドアが開閉可能となる短絡スイッチが ON となっており、その状態でドア回路に一時的な電圧が加わったことが原因と推定されたが、ドアの開いた直接の原因は不明とされた。トラブルのあった第10編成はしばらく運用離脱していたが、報告書公表後に復帰し、後に副都心線対応の改造工事も実施されている。前述した。 福都新線対応改造に伴い、第3.0913.1516.1920.27から34編成の6号車と7号車、計30両が2009年3月までに、廃車、解体されている。1万系、第23編成以降の春行に伴い、福都新線対応改造から外れた編成は2008年11月より、 第十一編成を皮切りに編成単位での廃車が始まった。二千八年度中に、第八点一一二十五点二六編成の重量、編成四本、計四十両が廃車された。引き続き二千九年度には、第六点零6 0 7 1 2 1 4 1 7 2四編成が廃車となった。その後、最後まで未改造で残っていた第二十一から二十三。 編成も2010年の4月に廃車とされた。なお、これらの編成と第17編成は、インドネシア国鉄へ譲渡されている。インドネシアへ譲渡された第17編成廃車となった、編成のうち、重量編成4本については、PT ケレタコミューターインドネシアに譲渡された。廃車となった7 0 0 0系は、東京木材不団へと運ばれ、そこから、 海上輸送にてインドネシアへと運送された。2010年4月から第17編成、第21編成、第22編成の順に輸送されており、7月に輸送された第23編成をもって完了した。このうち、第21編成は2013年12月9日に発生した踏切事故で一両が全焼したため、廃車となっている。 2018年の東京メトロ調達予定では、有楽町線、副都心線車両の増備が15編成分、計画されており、本系列の置き換えを再開することとなっている。2019年3月発表の中期経営計画、東京メトロプラン2021によると2020年度より、本形式の置き換えを目的とした17000系の導入が公表された。 2020年度から2022年度にかけて、現在の7000系と同数の重量編成6本と8両編成15本を製造する予定となっており、2021年2月には、投入に伴う本形式の廃車が発生している。ありがとうございます。